エンリケ二世は、ナバラ王国の名目上の国王。ナバラ王フアン三世とその妻で女王のカタリナの長子、アルブレ領主、アンリダ・アルブレとも呼ばれる。1517年、追放されていた母カタリナ女王の死去を受けて王位に着いた。この時王国は、アラゴン王フェルナンド二世に占拠されており、エンリケ二世は、フランス王フランスは一世の保護家で、ナバラ王を名乗った。 1516年にノワイオンで、1518年にモンペリエで交渉が持たれたものの進展がなかったため、1521年にエンリケ2世の主権を回復すべく兵が派遣された。一時フランス兵によって領土を奪ったものの、結局はスペイン兵によって奪還された。1525年、エンリケ2世はパビアの戦いで捕虜となったが脱出に成功し、 翌1526年には、フランソワ1世の姉マルグリットと結婚した。彼女との間にアンリ4世の母となるジャンヌ・ダルブレを設けた。ユグノーに対して同情的だったと言われる、エンリケ2世は、1555年5月25日に、ポーで死去した。ありがとうございます。